ね、ご連からいきましょうかね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それではね、今日はこちらの表題のセミナーをしていきます。試験で実力を発揮する心の持ち方セミナーということで、副題がですね、本試験で常に最大限の実力を発揮する方法という、ね、お話をしていただきます。で、ちょっと実績ということでね、どういう内容ですか、どういう実績があるんですかという話を少ししますね。で、今日今からしゃべる話は1時間半ぐらいの多分しゃべりだったんですけど、こういうふうになります。2014年の、ね、2月9日にネットスクールさん、ね、まあ、この本を書かれている出版されている会社さんなんですけど、ネットスクールさんからね、まあ、呼ばれまして、セミナーやったんですけど、その内容と、まあ、ほぼ同じです。今日しゃべる内容ね、うん、で、次です。じゃあどういう実績あるかというと、まあ、もちろんネットスクールさんのお話をして、まあ、結構好評いただいたというのもあって、そして税理士のね、長谷川さんという方、これ茨城県の方なんですけど、うちの、ね、まあ、塾生というかメンタルトレーニングの塾生ね、の方なんですけど、そちらの方が4科目受かっていましてね、で、税理士なかなか5科目目受かんなかったという状態だったんですけど、まあ、サマネー塾に出てきましてね、メンタルトレーニング、受けました、ね、その結果、まあ、合格されたということでね、14年目だったかな、確か税理士のね、で受かってすごく喜ばれたということで、あの感想動画なんかも載ってますから、うん、ね、長谷川さんで、ね、入れていただくとね、男性の方ですけど、載ってますから、ね、また見ていただくとね、いいと思います。ちょっとリンクも貼っておきますよ、はい。で、次です。他はね、あの50人ぐらい今日喋る内容のセミナーを受けてます、皆さん、ね、まあ、うちの簿記の塾生中心にですけどね、他にもいっぱい受けてます。あの簿記じゃない方もね、これだけ受けたいという方いますからね、いっぱい皆さん受けてくれましてね、まあ、結構すごくね、好評もいただいたというセミナーの内容にはなっております、ね、で、あのベースは実はこれです。2012年の7月の13から15日に、あの心と脳のワークショップって、これ辻秀一先生っていう先生がこの本書いたんですね、スラムダンク勝利学っていう、あのちょっとボロボロでね、あの表紙がもうないんですけど、うん、これ結構古い本であるんですけど、まあ、まだ今売れてるという、ね、あのスラムダンクっていう漫画、バスケットのね、漫画をベースにしながら、要するにメンタル面のね、話をしているという本なんですよ。でこの本僕昔買いましてね、自分が某大手のね、専門学校で国税専門官の講師をやってたんですけど、その時のね、まあ簿記の内容を教えるに、他にね、まあ、ちょっとメンタル面の話もしようかなと思って、ちょっと悩んだ時にこの本を発見したんですよ。で当時スラムダンクすげえ人気だったんで、買って読んだらすげえハマっちゃって、いやこれはいいぞということで、これもね、ちょっと僕少し喋ったんですよ、講義中ね。そしたらね、国税専門官って合格率大体 10% ぐらいなんですよ。でも僕のクラスはね、あのこれメントレで強化されて8割9割取ったんですよ、うん、すごく良くて、やっぱメンタルも大事だなってことで、思ってた中でね、ちょっとあるきっかけで、ちょっと本格的に辻先生の話を勉強したいなと思って調べてみたらね、これやってたんですよ。で僕参加しに行きまして、ね、東京青山にあったんですけど、3日間の集中講座です、ね、約24時間でしたね、全部。でそれで学んできました。で、これをベースにしながらね、で、ちょっと僕は簿記の先生なんで、一応簿記の受験という立場から、ちょっと研究重ねましてね、他の本もいっぱい読んだんですよ。あの、先生以外のやつも全部読んだんですよ、うん。いろんなこと読んだんですけど、それでちょっとまとめてね、じゃあまあ受験生のためにはね、こういう心持ちでやったら、まあいいんじゃないかなという、いわゆるメンタルトレーニングさ、というのをちょっと開発しましてね、出来上がった、まあ、セミナーの内容になります。ね、さてね、あの今日ちょっと受けて、あ、ちょっと興味あるなと思った方はね、まずちょっと、多分これが一番いいかな、読みやすいと思います。このスラムダンク勝利学っていう本ですよね、うん、で。これを読まれるといいかなというふうに思います。ね、はい、ということで、前置きはこのぐらいにしましてね、早速、じゃあね、本試験でね、どういうふうにすれば、常にね、自分の実力を発揮できるのかなっていう話をね、これからしていきたいと思います。はい、ちょっと板書形式で喋っていくんでね、いっぱい書いてみます、ね、それを真似してね、書いて写すようにしてください。はい、じゃあちょっと一回消しますね。
谷川さんの時なんかはね、本当に感動しましたね。長谷川さん自身もすごくなんか感動しちゃって、まあそれ喜びますよね。そうですね。ね、14年越しでね、合格全試験でしたからね、しかもね。あれは本当に僕も感動しましたね。いや、この内容は素晴らしいんだなっつってね、改めて思いましたよ。はい。じゃあね、早速ちょっと見ていくんですけど、しゃべってるんですけど、まずですね、こういう話をします。心エントリーね、心の法則と心エントリーって話をしていくんですけども、ちょっと書いていきますね。心の法則っていうね、いう話をしていきます。はい、じゃあいきますね。今から喋る話はですね、すべての基本ベースです。だから時、場所、人によって変わるって話じゃないと、ね、皆さんみんな全員そうだという話をしていきます、ね、うん、うちのおばあちゃんだけは違うよとかじゃないですね。とにかく全部全員一緒だということになります。はい、で心のね、法則の三大法則って言うんですけど、まず1番いきます。これは人には心の状態があるということなんですね。人には心の状態と、があるということで、これキーワードですね。状態あります。まあ、わかりやすく簡単に言うとね、気分がいいとか悪いとかね、ブルーとか、いろいろな表現ありますけど、ね、状態ありますよね。これは確実に言えることです。はい、これが一つ目です。で、二つ目ですね。で、この心の状態ですね。心の状態には、この心の状態というものには、はい、フローかノーフローしかないと。という法則があります、ね、人には心の状態がある、なんか気分がいいとか悪いとかね、いう状態が必ずありますよね、うん、でもじゃあその状態っていうのがどういう状態のことを言うんですかっていうと、フローかノーフローっていう法しかないということなんですよ。でこれ何かっていうとですね、分かりやすく説明するとこういうことですね。音楽の時間でこういうやつありましたね。こうなんかチックタクチックタクとオムニガツとメトロノームですかね、これ、うん、こうやってね、うんうん、いい感じであるじゃないですか。あれをイメージしてください、ね、で例えばこっちに動いたらフロー、うん、こっち動いたらノーフローみたいな感じの、うん、イメージすると分かりやすいです、うん、ジクタクジクタクね、うん、で我々はね、日常的にですね、心の状態がありますけど、フローの状態とノーフローの状態しかないってことなんですよ。簡単に言うと、フローっていうのは機嫌がいい、ノーフロー機嫌が悪いと思ってもいいですかね、うん、気分がいい悪いでもいいですよ、ね、怒ってる悲しんでるみたいな、うん、喜んでみてもでも別にいいんですけど、まあ、そんな感じです、ね、何がフローとはとかノーフローとはとは定義がどうでもいい、さっき言ったよ、ここでね、そういうのはどうでもよくて、なんとなくですね、構いません、ね、フロー、ノーフローとですね。でちなみにね、ノーフローがですね、うわーっと行っちゃって戻ってこれへんというのが鬱なんですよ。こうなっちゃって戻ってこれへんというのが鬱ですね。でフローがね、ぐわーっとなってものすごい状態、これがいわゆるゾーンってやつなんですね。ゾーンに入ったっていう風じゃないですか、ね、スポーツ選手がね、球が止まって見えるとか、ああいう状態ゾーンって言うんですよね。だからフローがうわーっというのはゾーン、ノーフローがわーって打つということで、ただ日常的にね、ゾーンとか打つ繰り返しませんよね、うん、それは双極性っていうふうになっちゃうんで、これがワンワンいっちゃうんですよね、うん、そうじゃなくて、我々が今ね目指してるところですね、まあ、フローノーフローでこう揺れ動いてると、日常的にある時はフローに行ってるんだけど、ある時はノーフローになるよね。24時間のうちにいっぱい動けますよこれね、
さっきまで嬉しかったのに、ね、なんか今度悲しいみたいな、ね、まあ、こんなこと言われて悲しいとかね、うん、あ嬉しいね、チョコレートもらったみたいな、ね、そんな感じです、こうやってね、まあ、ちょ揺れ動いてるっていう感じをイメージしてください、ね、そして目指すところはですね、ノーフローになった時に、これすごく感じやすいやすいんで言っておきますけど、ノーフローになった時にね、無理やりフローに持ってくるって話じゃないんですよ、これ。ノーフローに傾いた時にね、傾いた時にそれを、あ、自分ノーフローやなということで気づいてあげるのが大事なんですよ。気づかないとこっち持ってこれませんから、そもそも。で、よく間違っちゃうのは、ノーフローになった、あ、ノーフローになっちゃった、じゃあフローに戻さないといけない、つまりマストですよね、英語で言うと、と思っちゃダメなんですね、うん、ますますいきませんから、ね、うん、これ後で詳しくまた喋りますけどね、うん、ノーフローに行った時、あ、俺、私今ノーフローになっちゃった、そこで OK です、そこでとりあえずストップなんですよ、ね、うん、でまずいのは気づかないとこっちに持ってきようがそもそもありませんからね、うん、いつもお振り回されちゃうっていう状態になっちゃったということなんですね。だから目指すところはね、ストップさせると、気づいてあげるということがキーワードです。気づくだけでいいんですよ、まずはね。これをいちいちのフローに戻そうとかしないんです、全然しません。気づくだけでとりあえず OK というのが、あ、ね、松井先生の考え方なんですけど、ここでストップで OK だというんですね。詳しくは後でね、ちょっとは後半戦でまた 見ていけると思います。では次ですね、3番目です。心のね、三大法則のうちの3番目にいくんですけど、はい、これはこういうことですね。フローに傾くと人間の機能がアップして、ノーフローに傾くと人間の機能がダウンするということでね、フロー、ここの状態ですね、が傾くと、パフォーマンスですねがアップし、ね、ここの状態がね、フローに傾くとパフォーマンスが、まあ、仕事とか健康とかですよね、はい、でノーフローに傾くとパフォーマンスがダウンするという法則があります。まあ、当たり前って当たり前なんですけど、気分がいい時にね、機嫌がいい時にね、勉強した方がそれは頭に入ってきますよね。イラ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 しながらやっても全然頭に入ってきませんしね、眠いっていう時も頭に全然入ってこないですから、ね、だからノーフローの時はもうパフォーマンスダウンしちゃうんですよね、うん、で、気分爽快だと、ね、目覚めもいいという状態でね、パフォーマンスを勉強したり仕事したりすると、それはいいですね、成果が上がるという、ね、これも三大法則ということでした。はい、これがね、三大法則ということなんですよ。これ心の三大法則と言います、ね、人には心の状態があるね、うん、あの人状態がないと、それ死んでるってことですよね。心の状態がないってことは死んじゃってるってことなんでね。だから例外がないですよ、ね、でその状態は何ですか。フローとノーフローしかねえとね、ムカつきながら感謝できませんからね、なんだあの野郎って言いながらありがとうとかね、うん、まあ確かにそういう噂使う人もいますけど ね、うん、積んでるってやつですかね、そういう噂もあるかもしれないですけど、でもどっちかしかないですよね。怒ってか悲しんでかしかないですよ。ああ、じゃあ怒ってか嬉しいからね。そういうことしかないと思います。で、フローに傾くとね、まあすごくいいよねと、効率がいいよねと。ノーフローに傾くとちょっとダウンしちゃうよねと。人間の、ね、機能はというこのね、法則がありますということです。まずここまで OK ですかね。はい。では次に行きます。今度はですね、ちょっと消しますね。これが心の三大法則なんですけど、次はですね、心エントリーという話をしていきます。心エントリーね。はい、じゃあ、書いていきますね。まずあの、心エントリーって話が、まあ、結論なんですけど、その前にね、結果エントリーっていう話もしないといけないんで、結果エントリーと心エントリーっていうね、
話をこれからしていきます。結果エントリーとね、このエントリーっていうね話をしています。はい、じゃあ行きましょうかね。まずこっちからいきます。多分皆さん通常こっちだと思います、考え方ね。特に若い場合こっちばかりです、おそらく、ね、じゃあ行きましょう。まずですね、結果を重視しますね、とにかくね。結果結果結果ね、結果結果結果重要です。つまり、結果をむちゃくちゃ注釈するということです。例えば試験だったら合格ですよね、合格という結果ですよ、ね、そこをむちゃくちゃ注釈します。そしてその結果というのを執着した状態でパフォーマンスをします、ね、パフォーマンス、まあ仕事とか勉強とかですね、をしていくということです、ね、でその結果ですね、まあ、心が決まっていくと、ね、結果結果結果と、ね、いう結果に執着して、その中でパフォーマンス、まあ、仕事とか勉強ね、本試験を受けに行くというのをやる、でそして心にが決まるという状態です、ね、で従ってですね、ここ例えば結果が出なかったらマイナスになっちゃいますと、ね、結果出たらプラスになるんですよ、ねうん、で結果結果結果と追うとですね、よかったらば風呂になるし、悪かったらノー風呂になるということで、心が揺れ動くというかね、まあそれは受かったら嬉しいですね、落ちたら悲しいですね、で揺れを動くという状態です、ねまあ、これがいわゆる結果エントリーということで、まあ、通常もちろんこうだと思います。合格を目指すと、受かれたい受かれたいって勉強する、ね、で、そして、パフォーマンス、つまり試験を受けに行く、ね、受かりたいな受かりたいなっつってね、問題を解く、ね、で、あ、やった問題やったやつが出た、フローになると、ね、あ、やったことで問題が出てきた、ノーフローになるという状態ですね、うん、そして、まあ、一番ねちょっと、まあ、大変というかね、心が揺れ動いてしまうのね、あ、これできるつもり、今まで勉強してきてねできた、あ、これはもう大丈夫だ出たっつったんだけど、それができなかったね、これ最悪ですよね、うん、俺も経験あるんでね、うんまあ、僕の前公認会計士受験生でしたからね、うんまあ、忘れもし CVT 分析ってやつね、あれ大品種の CVT 分析ってやつだったんですけどね、いやもう出た、もう完璧だわこれ、あ、いつも得意だったと、できなかったことねみたいな問題だったんですよ、ね、でいざやってみたら、あれ割り切りねえぞとみんな問題文言ったら、小数点試写法にねえぞと、これ絶対割り切るはずやと、で電卓ねえねえっつってね、割り切りで割り切りで騒いでる間に時が過ぎて、時計見てみたら、あれ2時間の試験があと30分しかないんですね、パニックですよね、うん、そうするともう完璧こっちになっちゃいますから、ね、そうすると心がマイナスになるから、マイナスの状態、パフォーマンス結果もマイナスになっちゃうということですね。これが結果エントリーっていう考え方なんですよ。あの悪いとは言いません、一言、ね、悪いとは言えないんですけど、ただただ結果エントリーにするとこういう状態になりがちですってことなんですよ、あくまでね、うん、いいですかね。で今僕悪い例で喋ってますけど、これいい例ももちろんありますからね、うん、それパシッと言った時には風呂もありますからね、うん、風呂プラスプラスってね、結果も出やすいってもちろんなりますね。だから全然悪くはないんですけど、ただマイナスになる時もあるよねということなんですよ。じゃあ心エントリーって何ですかというと、逆なんですこれ、ね、まず心を決めちゃうんですね。とにかく心を先に決めるということです。そして心を決めてからパフォーマンスをします。まあ仕事したり勉強したりねするわけですね。そして結果が結果として出ると、ね、あくまで結果として出るということなんですよ、ね、うん、これが心エントリーって考えなんですよ、ね、はい、でもうちょっと詳しく喋るとこういうことです。いいですかね。今心エントリーは心を決めるって言いました。じゃあどうするのか、ちょっと心をフローにするってことを今度は執着するんですよ。これだけなんですね、執着するのは、ね、そして心をフローにすることだけを考えて、他はどうでもいいです。とりあえず、ね、勉強の内容が進んでとか進んでないどうでもいいです、ね、それはほっときます。とにかく心はフローにします、
そしてフローにした状態でパフォーマンスをします、ね、その結果が出やすいってことなんですよ。よりもちろん結果出ない時もありますよ。勉強が進んでなかったらそれはできるわけないですからね。例えば2勝向き2級3級1級ね、勉強を全くしてないと、でも心はフローですってね、すごく気分がいいですってね、試験会場に行ったらそれはおじいって言われてますよね。仕分けできるわけないですから、ね、うん、もちろんそれはもちろん結果出ません。でも心だけはフローにしますっていう考えなんですよ。これが心エントリーっていう考えなんです、ね、うん、で実は僕が長谷川さんにさっき言ったね、税理士の長谷川さんにお教えしたのはこれなんですね、うん、で具体的にここのですね、じゃあどうやってフローにするのって話なんですよ。それがいわゆるライフスキルっていうね、これ辻先生の、ね、言葉を使わせてもらったんですけど、ライフスキルって言います。例えば34個あるんですけど、ライフスキルというね、スキルを使って、ね、スキルなんだよ、これ技術なんですよ。だから誰でもできるってことですよ、技術だから、ね、才能じゃないですけどね、スキルなんです。ライフだから人生のスキル、人生の技術みたいなものですね、うん、でこれを駆使して、そしてとにかくフローにします。とにかくフローにします、ね、そしてとにかくフローにしてパフォーマンスをします。試験受けに行ったりね、勉強したり仕事したりとします。そして結果的に結果が出やすいという状態に持っていく、これがいわゆる心のエントリーっていうじゃん、ね、じゃあ具体的に言いますね。僕は長谷川さんにお教えしたやり方をね、具体的に言いますと、僕は長谷川さんにはですね、ここに感謝っていうライフスキルなんですよ、実はね。だからライフスキルって言っても大したことないですからね、内容は。感謝するとか夢を持つとかね、目標を持つとか、それも実はライフスキルなんで、ね、夢を持つとね、ワクワクしますしね、フローになりますから、いわゆる感謝するっていうライフスキルを長谷川さんの場合には僕はお伝えしました、ね、人の状況について違うんですよ、これ、ね、ライフスキルがね、34個なんですけど、全部でこのピックアップして長谷川さんヒアリングして、ずっと、まあ、メールとかヒアリングもしましたから、まあ、これが一番いいかなっつって、僕が選んでこうしたらいいんじゃないですかっていうアドバイスをさせていただいて、ね、最初半信半疑だったんですけど、まあやってみますわみたいな感じでやってみたら実は受かったわけですよ。それはもう実証済みだね、うん、こういう話でした。簡単に言うとこういうことです。感謝するっていうライフスキルを適用するとこういうふうになります。例えば試験受けに行きますよね。でその受けに行く前にプラスにしないためなんですよ、要は心をね。じゃあどうするのかというと、感謝するんですね。感謝っていうのはプラスの状態じゃないとできませんから、ね、言葉だけで感謝はもちろんできますけど、ね、でも心の状態がマイナスで言葉だけで感謝っていうのももちろんできますけども、やっぱ感謝してるときは、ね、言葉だけ発しただけでも、心がマイナスの状態でも、例えばありがとうって言うだけでも、心はやっぱプラスになってくるんですね、勝手に、ね、うん、でそれをやってもらいました。言うでもいいし思うでもちろんいいんですよ。でどういうふうにやったかというと、こういうふうになりました。とにかくこの1日2日ね、試験4日目にうちに来たんです、うん、とにかく感謝してくださいと、何度もいいですわと、別にね、言いました。そしたら試験会場に行きました。まず試験会場に到達できたことに感謝してくださいと。当時大地震があったんですよね、うん、流されちゃった、2万人死んじゃった、うん、その中でもね、税理試験受けに行けられたって、これすごい幸せですよ。行けただけで、到達できただけで、まずまだ受けてないんですよ、全然受けてないんですけど、問題は見てない、到達できて、なんて素晴らしいかと。で、トイレに行く、試験会場でね、水が出る、これなんて素晴らしいかと、ね、うん、日本の技術はものすごいところ、ね、水道出ない国いっぱいありますからね、うん、だから水が出ることにものすごく感謝する、これこじつけですけど、いいんですよ、全然構いません。これフローにするのが目的。で、受ける。はい、よーでほんとやった。問題が配られた。いやー、ここにね、到達する。まあ、長谷川さんは全員試験だったんですけど、他県もなんですかね。ここの試験に受けるっていうことに対してね、いろんな人に例えば迷惑をかけてきたと言わない。うん。例えば、まあ迷惑かどうかわかりませんけどね、相手方の判断することから、ね。ちょっと自分の中で迷惑かけちゃった。
まあ、僕も受験生で長かったのですごくわかります。ただ遊びの誘い来ますいっぱい、ね、来ますけど勉強しないといけないんですよ受験生は、ね、絶対落ちますから。それとね、今まではずっと散々一緒に遊んできたのに、僕は大学2年生まで遊んでましたね。だんだん大学3年生から高2回来てやめました。散々遊んできた一緒にギターも弾きに行った、スパッとやめたわけですよね。会計士を目指すって決めた瞬間に全部断るわけですよね。うん、そうやって、ああ、なんかさ、せっかく誘ってくれたのにね、これを断って、そして自分の実力を上げて受けに来た。なんか悪いなと。確かにね、あのなんか勉強するのは一見すると良さそうに思うんですけど、でも社会全体とか、ね、人間関係から見るとなんか自分勝手っていうのもあるんですよね。うん、それを押し切ってやってきた、感謝しかないですよね。それでもさらにまた試験やってんだねと、じゃあ試験終わってから行こうみたいな感じで言ってくれる友達もいると、もちろん離れてる人もいると、でもそういうふうに言ってくれる人も、まあ、多くないかもしれないけど何人かいるとありがたいですね。うん、だこれが終わったらね、もう一緒に遊びに行こうと、美味しいもの食いに行こうっつってね、感謝するわけですね。用意ドンと、あと2時間でそういう状況になれると、うん、ということでね、他にもいっぱいありますよ。どんな細かいことでも構わないから感謝してくださいと。どんな本当に細かいことでもいいですよ、見つけてくれと、感謝するものをということをね、うん、僕の場合はでしょ、うん、言いました。そしたら実行してもらいました、長谷川さんに、うん、そして試験も受け終わりました。ぶっちゃけたらしいね、もう14年ぐらいやってるんで、やっぱり若い時に比べるとやっぱ処理能力が下がるんですよ。特に前理試験とかの数字扱うやつなんで、さあ電卓叩くスピードが絶対下がりますかね。うん、やっぱ20代の、ね、前半とかとやっぱ30後半さあ比べになりませんよ。速いズボンが、だから実力は確かに落ちてます。しかし心の状態だけはね、前理試験受かった時はプラスだったらしいんですよ。この時だけは精神状態一番良かった。実力は下がってる、確実に下がってる。これが年取るともっと下がる、確実に下がる、老眼だし下がる。でも心の状態一番いい状態だった。とにかく感謝できた、そして問題解いてる時も取れるところは全部取れた。感謝してるんだったら穏やかなんだ。それは緊張しないとは言いませんよ、緊張しないとは言いないんだけども、少なくとも真っ白にはならない、いい精神状態で、いい緊張と緩和の状態が、バランスが取れてる状態で長谷川さんを受けたんですよ。だから取れるものは全部取れたんですよ。できないものでいっぱいありますよ。で、勝利能力下がってからもちろん、あ、今まではできたんだけどみたいな、20代半ばの時はできたんだけど、ちょっと30代後半、もう今はちょっとあれっつって遅くなっちゃったねみたいな感じはあったらしいですけどね。でもとにかくやりきりましたと。で、終わった後もやっぱりこれが続いたわけですね。この気持ちが、こんな状態で受けたの初めてやと、うん、そして、まあ、半年後なんですけど前理試験の発表がね、うん、合格というのが取れて、で、その後の方はね、なんか僕から見たら長谷川さんものすごい、まあ、こういう言い方ね、ちょっと上目線かも分かんないですけど、なんか成長したんですよね。すごくなんか、なんていうのかな、こう、まあね、年齢重ねたってもあるんですけど、こう柔らかくなったっていうかね、こう、うん、税理士ってやっぱり受かったことの方が大事、もちろん大事ですよね。で、コミュニケーション能力じゃないですか、大事なのね、はい、侍業って、うん、それがね、なんか棘が取れたみたいな、うん、感じが、あの試験受かった後の方がなんか感じましたね、うん、で、おっしゃってました、本人もやっぱこれすごいと、税理士になってからもこれもうちょっとやりたいですというふうにおっしゃってましたもんね、うん、ということでとにかく心をフローにする、ね、これ一つですよ、あくまで一つね、うん、自分に合ったやつでいいんですかね、うん、で今日はそれちょっと探していきますからね、うん、そうで、こちらをやってフロー化とにかくさせて試験受けに行って、ね、あとは少なくとも真っ白じゃない状態で試験を受けて、したらできる問題だけ解いて、できない問題は捨てて、
とにかくその時の自分の実力を最大限に出して、そしてあとは任せると。結果は分かりませんから自分じゃ決めらんないで、ね、というのが心エントリーっていう考え方なんですよ。いいですかね。そしてこれもものすごく大事だから、ちょっと強調しておきますけど、あくまでですよ、あくまで結果エントリーから、あ、じゃあいいのか、結果エントリーから心エントリーにですね、これパラダイムシフト、もうしてほしいことはしてほしいんですよ、ね、つまり考え方を変えるっていうんですね、パラダイムシフト、ね、今までの価値観が変わると、ね、地動説から天動説に変わるみたいなもんですよ、ね、でほとんどこっちなんで、日本は特に結果エントリーって考え方ばっかりだと思うんですかね。結果出すために根性出せみたいな、ね、狙いで勉強しろみたいな、ね、感じの多分指導が多いんですよね。昔からそういうやり方で、まあ、僕らもすぐに教わっていますから、多いんですけど、そこから心エントリーにシフトしませんかっていう話なんですよ。こっちで結果出てる場合はいいんです、別に。でもこっちで結果出てない場合は、じゃあちょっとやり方変えないといけませんねっていうことで、心エントリーにパラダイムシフトするのを、まあ、おすすめするというだけなんですが、ただここを強調しておきます。ライフスキルの考え方としては、これ鈴木先生おっしゃったんですけど、こう強調しておっしゃってたんですけど、どっちが良くてどっちがダメだっていう話じゃないってことなんですよ、ね、どっちもいいんですよね。どっちもいい、どっちもメリットデメリットある、こっちもメリットデメリットある、こっちもメリットデメリットある、ね、でもこっちで結果出ないんだったら変えてきませんかねっていう話というところでストップしてほしいね。うん、どうしてかというと、これ正誤思考って言うんですよ。正誤思考って言って、丸かバツかっていう考え方が正誤思考ですね。でこの丸かバツかっていう正誤思考自体が実はノーフローになりやすいんですよね。実は白か黒かっていうのをはっきりさせたいっていうのを執着し始めちゃうと、白の場合はフローになりやすいです。黒の場合はノーフローになっちゃうんですよ、ね、だからこの考え方自体がもうノーフローになりやすいっていう思考なんだね、実は、うん、だから結果エントリーが×で心エントリーが丸ってやっちゃうとこっちになっちゃうぞ、うん、だからこっちが丸、こっちが×とかはダメなんだね、今日ね。これ全てにおいてそうなんですね、実は。そうだから、ここはむちゃくちゃ強調してました、ね、うん、どっちが良くてどっちが悪くてね、その丸×をつけるのはやめた方がより心のね、フローになりやすいという、こういうことなんですよ、ね、だからもっと突き詰めて言うとね、こういうことなんですよ。例えば合格が良くて不合格が悪いっていうふうに普通思うじゃないですか、ね、合格は丸、不合格は罰、まあ、受験っていう角度からするとそうですね。しかし人生っていう角度からすると必ずしもそう言えないですよね、うん、例えば何でもかんでも一発合格しちゃう人、まあ僕は表現は勉強強者って言ってるんですけど、東大に一発で受かるみたいな、浪人したことねえみたいな、試験も全部取れて落ちたことがねえっていう、例えば人がね、まああんまり言えないと思うんですけど、たまにいるじゃないですか。そうなってくると、確かに試験っていう角度からすると合格で丸なんですよ。でも人生っていう意味でどうですかっていうと、そんな人は絶対優しくなりませんから、間違いなく厳しい、悪い意味での厳しいっていう人になっちゃいますから、え、なんでこんなのできるのって始まりますよね。で言わなくても態度出ますから、で節々に出ますよね、節々に、ね、でそれを人を不快にするっていうねそういう才能持ってます、逆に言うと、ね、だから勝ち続けると、ね、確かこれ松山違うかなと言ってたの記憶なんですけど、ね、勝ち続けるとまた優しくなれないと、うん、ある程度人間負けることも必要よということですね。それを試験に置き換えると不合格も必要なんだと、ある程度、うん、不合格しないと人にやっぱ教えるのうまくならないし、ね、どこが分かんなくてどういう気持ちであんのかなっていうのも理解できませんからね、うん、だから一概には丸×っていうのは言えないという、こういう話ですよね。まあ断って言うと何でしたっけ、
万事採用が上がったやつかな、ね、あれと似てますけどね。ということでこの思考はあんまりねこうおすすめはできないということです、ね、の風呂になりやすいです。はい、ということでこれが心エントリーということで話をね、長谷川さんの話にまとめますと、感謝するっていうライフスキルを使ってもらいました。で、いろんなことに感謝してもらいました。試験中にも感謝してもらいました。その結果は手放しました。とりあえず合格ってことは考えてるんですから、これとにかくフローだけです。そして結果的に結果が出たというね、こういう流れですね、うん、はい、ということでね、これが心エントリーという話でした。はい、ではね、万象スリアさん辻さんもう一個だけなんですけどじゃあなんで人間ってノーフローになるんですかねって話だった、ね、ノーフローになるメカニズムがあるんですよ。でそのノーフローになるメカニズムがわからないとフロー化もできませんから、ね、だからこれからですね、じゃあなんで人間ってノーフローになるのというメカニズムですね、これをこれから説明をしていきます。はい、 OK ですかね。じゃあこれもちょっと板書していきます。人はなぜノーフローになるのか、ね、ね、という話をこれからしていきます、ね、まあ、これが分かっちゃうとね、正体が分かっちゃうんで、あ、なるほどなと。だから自分は今ね緊張しちゃったんだなとか、あ、だから自分は今ここで失敗しちゃったんだなとか分かってます。これが分かるとね。はい、じゃあ今まず、これも図解で説明してるんですけど、ここにですね脳みそがあります。脳みそですね、まあ、これちょっと後で中身入れるんで、ちょっと脳だけ書いてあります。そして、こっちですね、左側です。外界に。外界です。で、外界っていうのは3つありまして、1つ目が環境ですね。天気がいいとか悪いとか環境です。ちょっと色なくなってきちゃったので、ちょっと青にしますね。ね、まあ、天気がいい悪いとかいう環境、そして、もう一つ出来事ですね。出来事、ね、うまいもの食ったとかね、そういったあと試験があったとか、ね、そういうことですね。でもう一つは他人、まあ、多分これが一番多いと思うんですけど、悪口言われたとかね、そんな感じが、まあ、他人ですから、これ3つです。でこの3つが外界って思ってください。はい、で次ですね、この外界からですね、外界から脳が、我々の脳ですね、これ認知脳って言うんですけど、認知症の認知ですね、我々の脳は認知します。例えば天気がいい、ね、天気がいいと、気分いいなと、出来事、ああ今日試験が嫌だなって、脳の他人、あの野郎文句言うと、脳のね、感じで我々はですね、外界の状況をね、認知して、そしてまあフローになったり。ノーフローになったりとします、まあ、心が揺れ動くってことね、うん、まあこれですよね、これはイメージしやすいと思います。じゃあですね、なんで心が揺れ動くんですかってことよ、そもそもなんでノーフローなんですかということです。はい、いいですかね。実は理由はこういうことです。我々の脳みそはですね、外界からの環境、出来事、他人に対して意味付けってやつをするんですね。これが理由なんですよ、実は。
意味付け、ね、例えばこういうことです。うちの塾生にね、1993年10月1日にですね、生まれた子がいるんですよ。で、その女の子なんですけど、女の子のお母さんがね、塾生で、でその子も塾生だったんですよ。ね。そして、僕こう実は日記つけてて、これ当時の日記なんですけど、1993年の、10月1日をちょっと開けてみたんですよ。俺何やったかなっつって。そしたら、ね、僕ボーリングやってたんですね。でその時初めてずっと勝てなかった先輩がいるんですけど、その先輩に初めて勝った日だったんです実は。それが書いてあったんです、ね、して、その時にね、天気が大嵐だったんですよ。それも書いてあったんですよ、ね、でお母さんと喋ってて、娘さんがね、日記読み返したら、お母さん、要するに産んでますからね、その日。お母さん茨城で、俺岐阜にいたんですけど、だから大嵐だから、全国的に台風だったんで、よく覚えてたんですよ。娘が生まれた日やし、すごい雨だったんですよ、つって。そうですよね、俺もボウリング行ってすげえ雨だったんですよ、みたいな感じで。お母さんと俺は会話で盛り上がってるんですよ。でも娘はポカーンとしてますね。覚えてないですよ。どう考えても。生まれたばっかりですから。おぎゃーって言ってたわけです、ね、はい、つまりだんだん意味が合ってたと思うんですけど、同じ状況なんですよ。環境、雨降ってるんですよ。大雨なんですよ。で我々大人は意味付けをして、大雨でね、びしょ濡れで濡れた経験があるんで我々は。だから雨イコール嫌だっていうね、感覚が出るわけですよ。大雨降ってて嫌だなっつって。でもその子は生まれたばっかり、環境同じじゃないですか我々と、うん、大雨ですよ彼女の周りも、うん、生まれたからって別に雨が降ってるってわけじゃないですか、うん、雨降ってるんですよ。でも彼女はまだ認知できないです、うん、全然。だから彼女は雨に対しての意味付けができない状態なんですよ、うん、我々は大人なんで意味付けができるんですよ、うん、もう経験してるから。したがって、ね、同じ環境、出来事、他人という外界であっても、ね、その本人が認知の、つまり脳みそで意味付けをしてから風呂、脳風呂って動くんだって。実はこれが理由なんですよね。我々が脳風呂になっちゃう理由なんですよ、ね、たまにいます。雨が好きだっていう人はたまに、ね、ほとんどみんな太陽が好きです。たまに私はでもしとしと雨降ってる方が好きなんです、だから梅雨が好きなんですっていう方もいます。だからその人にとったら雨が降ってるっていうのは意味付けによって風呂になるんですよ、ね、でもほとんどの人は雨が降ってると嫌だなっていう意味付けが動いて脳風呂になってるんですよ、ね、さてこれで分かってきましたね。なんで脳風呂なのかって言ったら意味付けをしていくからです。そしてこの意味付けは誰がやってんのっていうと、外界がやってんじゃなくて自分がやってるんですよ。要は自分の捉え方によって意味が変わってきちゃってるということですね。まずこれが正体です、ね、意味付けをしてるから我々は、だからノーフローになってると。悪い意味付けしちゃうとノーフローになりますね。はい、まずここまでOK ですかね。で次です。もう一つ具体で言います、ね、例えば仲のいい友達とね、皆さんとですね、まあ、これ考えていいですけど、まあ、自分がいて、まあ、仲のいい友達がいて A さんね、一緒に例えば、まあ、コンサートでも映画でも何でもいいですわ、遊びに行ってもいいですわ、行きましたと、ね、まあ、すごくルンルンでね、いい気分で行きました。お互いに遊びに行った先にですね、B さんがいました。B さんはね、
あなた自分は大嫌いです、むっちゃけ何やこれやろと、なんでおんねんと、せっかく楽しみでね遊びに行ってんのになんでおんねんと、台無しじゃねえかっていうふうにルンルンじゃなくなりましたから。しかし A さんは B さんと認識ありません、別に知りません。それは A さんはどうですかね、 B さんと会ったからっつってルンルンがムカつくってなるんですかっていうと、これにならないですね。そのままです。もちろん脇でムカついてるね、自分のこと見てなんやっていうふうになるかもわかんないですけど、ね、でも関係ないですね。こっちは全然無視です。今まで通りルンルンです、ね、あ自分とね遊べてるからルンルンと気分で言ってます。 B さんが言おうが言わないが関係ありません、この人はね。でも自分はルンルンからムカつきました、なんやねんと。はい、じゃあ質問しますね。これはこの心ね、一見するとね、 B さんが自分のことをねノーフローにしてると思っちゃうんですよ。違うんですよね、あくまで自分が勝手に意味付けをやって、ね、嫌いという意味付けをやってノーフローになっちゃってるってことなんですね。したがって実は自分の心は自分で決めてるんですね、人間というのは、ね、これをまず理解するということが大事です。まずここまでですよね、そして次なんですよ、問題は。じゃあ、ね、ここからの話が長谷川さんがかなり腑に落ちたって話になってるんですけど、この意味付けをねノーフローになるっていう理由になったってことが分かったと、ね、どうしましょうかと、どうやって打開策をしましょうかっていう話になってね、いくんですけど、まず第一段階です。じゃあこの意味付けを変えようと、無理やりマイナスになってる意味付けをプラスにしようというやり方があります。これがいわゆるポジティブシンキングですね。要するに前向き思考ってやつでしょ、ね、これで変えようとします。例えばこれ結構流行ってます、ね、嫌いな人来ました、いやいやこの嫌いな人にもいいところがあるんだ一個はと考えなさいと、ね、嫌いな人でもいいところを見つけるだけでそこだけ執着しなくて始まる。これがこれです、ね、まあ確かにそうかもしれんと、ね、でも悪いとは言いませんよ、悪いとは言わないけど限界が来ますよね、これには。そうそう願われねえんじゃね、できませんからポジティブなんて、ね、むしろある説によってはですね、人間は7割8割がネガティブやと、でなんでかちょっとネガティブじゃないと生き残れないと、実は、ね、だってポジティブな、ね、エンジン猿の人マンモスに突っかかりますもんね、行っちゃうんですよ、すでに勝てるわけねえ、ポジティブだから大丈夫だ俺の方が強いからみたいな、強いわけないんですよ、マンモスは強い決まってたよ。それでどうやって潰れちゃったのは、まあこれ一説ですよ、ね、どっかで聞いた話ですけど、ネアンデルテラ人かな、ネアンデルテラ人っていうあのエンジン全滅しちゃったっていう13万年前ね、で我々はホモサピエンスでね、ネガティブだぞ、絶対勝てるわけねえじゃん、素手で行くんじゃないと飛び道具使いませんかみたいな、で矢に使ったり、ね、弓使ったりっつってやって、しかも集団でね作戦を立ててでっかい獲物を取るってね、あれ臆病だからそういうこと、ネガティブだから生き残ったということですよね、だからポジティブシンキングにも限界があると、もともとネガティブなんだ人間はということなんです、いいですかね。では次です。じゃあポジティブシンキング無理やりねマイナスをプラスに変えましょうっていうのはちょっと限界があるから、ちょっと別な方法でやっかねということで生まれてくるのがですね、もう一つあるんですよ、不快対策思考となります。不快対策
思考っていうのがあるんですよ。一個はポジティブシンキングね、もう一つは不快感覚思考になります。ね、ちゃんと何ですかと言うと、分かりやすく言うと諦めると、ね、例えばじゃあ例えば諦めるとか、ね、あと忘れるとか、忘れちゃうやつね、とかどんまいどんまい、まあ、いろいろ他にもあるんですけど、どんまいどんまいです、気にすんな気にすんなですね、またおっしゃったよ、気にすんな気にすんなですね、いや気にすんなっつってるってことは気にしてるんですよね、諦めちゃうと一瞬そこはいいんですよ、まあもうええかなと、もうダメだなってなんですけど、後で後悔が出てきますね、やりきってみると、じわじわとまた不快になっちゃうんです、ね、忘れるって忘れようと思ってでもね、忘れらんねえから出てくるんだから、そもそもこれが無理なんでね、心持ってかれちゃってるんで、ね、だからこれも割れていませんよ、割れていませんけど限界があるというかね、じゃあどうすればいいんだということで、最後に出てくるのがライフスキルってことなんですよ。ね、こういうことなんですよ、ね、でライフスキルをですね使いますとこうなるわけです。ちょっと違いますけど、ライフスキルを使って心に直接投げかけます。プラスフローをね、その結果心はフロー化していくとね。いいですかね、という流れなんですよ、ね、これはもうフローしかありません。だってもともとフロー化するのがライフスキルだよね。で、さっきも言ったようにこのライフスキルには34個ありますから、ね、自分の気に入ったライフスキルを選んでそれを活用すればいいんです。さっき言ったように長谷川さんに言ったらこれ感謝するってライフスキルを決めた、実際ね、ゴルフのバックに似てますよね、これはね、ゴルフのバックで後ろにね、これサンドイッチドライバーズがこうやって取ってね、これはちょっとサンドイッチ使った方がいいよね、ちょっとサンドイッチ使ってね、砂漠のやつこうやってスラムのやつこうやってあげるとか、パターやから、ね、これグリーンやからパター使った方がいいよ、ね、ドライバーズから来てませんから、ということで、このゴルフのね、これ似てますね、34本あるんです。で、自分で気に入ったやつとか使ってその場所までね、場面場面によって使い分けて、ね、そして、とにかく常に自分で自分の心をフローにするってことに執着するってことなんですよ、ね、ですかね。で、このフロー化するにはですね、ちゃんとこれが分かってないと、なんでそもそも自分はノーフローなのかな、分かってないとそもそもフローもそもないんで、だからちょっとね、これは知識なんですけど、知識として今学びました。 OK ですかね。これがノーフローになる理由です。意味付けをやってからです、ね、でポジティブシンクに変えようと思っても悪いとは言わないよ、限界がきます、ね、じゃあ次、不快感覚思考で諦めとか忘れどんまいどんまいやりますけど、これ一瞬はいいんですけど、すぐまた戻ります。やっぱ限界があると、じゃあそこでどうするのというと、常に自分の心は自分で決められるという状態、つまりライフスキルというのを適用すると、そして心に直接投げかけて、脳じゃなくて心に投げかけて、
して不老化させるっていう発想なんですよ。ね、ということでね、これ脳不老になる理由とこういうことです。OK ですかね。はい。そして知識はここまでなんですけど、ね、ここまでがどっちかというと辻先生のねワークショップとかでお話ししたような内容なんですよ。ね。だからこれをね、まあ、受験的に表すとね、どういう話になるのかなっていうことをね、もうちょっとだけ聞きたいんですけど、ね、こういうことです。ライフスキルを鍛えるためにはね、まず知識ですね。知識をまず身につけます。ね、で、これ今日やりました、少し、ね。そして次に実践をするんですね。実践をします。そしてシェアをするっていう、ね、まあこの繰り返しですかね。くる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 と、ね、ライフのスキルなんで、まあ、1時間2時間ね知識吸収したからってじゃあすぐ実践できますかできませんから、もちろん練習をしていくということが大事になってくるんですけど、ね、でこの時に特にここで喋りますね。実践の場として実は受験生ってすごく有利なんですよ、これ。受験生ね。つまり、簿記の受験してるとか、宅建の受験もそうだし、会計士の受験とかね、税理士の受験も全部そうなんですけど、受験生っていうのはすごく有利なんです、実践は。なぜかというと、普段、例えば大人になるとですね、あんまりないですよね、合否とか、そういう直結する。場面ってないですよね。学生の時はいっぱいあるんですけど、ないんですよ。そうするとこの心をですね、要するにライフスキルっていう心を磨くっていう場面がないんですよね、今ね。だから道場みたいなやつがないんですよ、ね。それが受験生だと道場があるようなもんなんですよ。したがってね、もちろん合格目標するんだけども、合格目的に例えば簿記勉強したり、宅建やったり、税理士やったり、会計士やったり、司法試験やったりするんですけど。ただ、一旦合格っていうのは手放すんですよね、一旦。どうするかというと、実践は合格じゃなくて、心を不老にするってことに執着しようってやるんですよ。例えば、まず、簿記の検定試験を通じて、心を不老にする練習をしようと。ただ、宅建の勉強をね、通じて、心を不老にすることに執着しようと。ちょっとそれやってみっかというふうに、ライフ、シフトするんです、考え方。で、そうするとですね、今までは合格合格合格ってことで勉強せなあかん勉強せなあかん勉強せなあかんってやってた中からじゃあフローにするためにはどうすればいいのかなっていうことを練習するっていうふうに変えるとですねフローになった状態で勉強するのが多くなりますから結果的にそうすると結果的に生まれやすくなるんですよ結果的にそうでその道場がいわゆる受験勉強なんですよ心を磨くための道場が受験勉強っていうふうに捉えるとこれ実は結構受験生っていい環境にいるんですね普通こういう環境ないですから、うん、だから日常的な生活しか送ってない場合はですねなかなかね心磨くって難しいんですよ、うんうん、なんかいやすごく嫌なことがあったりなんかすごく悲しいことがあったりなんかの人生のきっかけで変わろうとするじゃないですか例えば病気になったりとかね大病しちゃったりとかいうので人生きっかけいろいろ思い直して人生変えようとするじゃないですか。そのきっかけが、ね、特に真剣であれば真剣であるほどいいんですよ。真剣に真剣に勉強してる人ほどいいんですよ。きっかけになりますから。これを通じて、じゃあちょっとフローにすることに執着するかと。心がやったらやっぱりとね。これフローにするんやって実践勉強をしましょうと。いうふうに変えていくんですよね。うん、もちろん勉強することは今まで変わらないですよ。勉強する内容は今までともちろん全然変わらないですけど授業受けてねだから、問題集やったりとかして過去問解いたりして解くとで点数取るようにするってことはもちろん全然普通通りやりますけど変わるところはたった一個常に勉強つまりパフォーマンスするときに不老にすることに執着するとここだけ変えるということですね、うん、でこれが例えば試験まで半年あるんだったら半年間やろうと例えば決めるんですね、だから2週間から2週間やろうみたいな1週間1週間やろうというふうに決めてとにかくここに執着しませんかということで実践するんですね、うん、
これは受験生だからこそできることなんですよ。だからものすごい実はラッキーなんですからね。この受験勉強の環境にあるというのはすごく素晴らしいことなんですよね、うん、ということで、ねまあ、僕は簿記の塾生なんかでね、まあ、これはよく言ってですけど、まあ、道場みたいなもんなんですよね。心を不老化させるための訓練です。であくまで受験勉強っていうのは人生の一部ですから、これライフなんでもっと広いんで、ね、だから合格した暁にはですね、さっきの長谷川さんみたいにもうちょっとこう広い気持ちでフローっていう気持ちが出てきますから、ね、そうそう受かってフローにもちろんなりますけど、もっとすごいのはいやこの精神状態で今ね合格できた、勉強できた、試験受けに行けたってことは他の行事、人生の行事でも同じようにやればいいんちゃうかっていうのを気づき得ることができるんですね。なので、すごくね、僕は受験生というのは有効な立ち位置にいると思います。うん、ぜひね、活用していただいて、ね、やってください。はい、まずここまで OK ですかね。で今日はね、とりあえずこれ知識の話なんですよ。うん、でここまで少し喋りました。で、ここから先ですね、34個のライフスキルと僕言ったんですけど、これはね、基本的に一人一人ちょっと違うと思うんです、僕は。長谷川さんの場合だったら感謝だったんですよ。で、ある理由があってね、多分34個のうち、多分感謝っていうライフスキル使った方が彼はいいかなというふうに僕は判断して、そのドライバーを取ってるのをお教えしたんです。で、それは一人一人ね、今日受けてる方が一人一人が多分違うと思うんですよね。うん、で、これはね、ちょっと聞いてみると分かりませんからね。で、それをちょっと、分析をね、ちょっと今日は今からしていこうかなというふうに思うんですけど、これはちょっと今動画撮ってるんですけど、これは撮れないんでね、一人で違いますからね、動画の方が僕、会ったことないから、全然わからないんで、状況さっぱりありませんから、分析はできませんからね、この現場にいる人しか分析できないんで、あれなんですけどね、全部34個、こんな感じであるっていうね、ちょっとこれはお見せすることできないんで、ちょっと書いてないっていう状態で、なんですけど、ここにいる人はね、ちょっと見てますけど、これに後で書いてくるんですよ、34個ね。その34個の中でどれがいいかなっていうのね、ピンとクリアスを僕に言ってもらえれば、でそれでじゃあね、じゃあそのライフスキルで、あなた行きましょう、あなた行きましょう、あなた行きましょうみたいな感じで決めていくんですよ。34個全部やらせてないですよ、全然アップ、逆にアップアップになっちゃうからね、34個覚えなかったかみたいなね、なんかノーフローになっちゃうね、逆に本末転倒になっちゃうね。なんか気に入ったやつでいいんですよ、ね、気に入ったやつで結構、それをね、今日はこの後にね、ちょっといろいろお話をね、ヒアリングをしてね、やっていこうかなというふうに思います。ね、これは本当に効果があると思いますよ。ね、実際僕は長谷川さんとか通じて、ね、実際ありましたからね、これ自信持っておすすめできます、ね、で。ちなみにこの動画を見てる方はね、ちょっと興味持ったなっていう方はね、ズームコンサルっていうのもね、ちょっとやろうと思ってるね。ズームだと遠方でもね、一応これ使って、やりますからね。これね、これメンタルトレーニング、勉強を教えるって話じゃないんで、だから受験の内容は変わりませんもんね。だから僕別に卓球できなくてもできるから、これだけは別に関係ありませんからね。だから別に税理士会計士受かってなくても一応できます、面倒になるってことなんでね、この動画見とってね、ちょっとここら辺を少しもうちょっとねやりたいというふうに思った方はね、ぜひぜひ、ね、面倒な講座ね、申し込みねやってください。まあ、現場にねいる塾生はね、全然もっとできますからね。はい、ということで、今日はとりあえずここまでが収録をしました。でこの後はね、個別でね、個別でちょっとね、何が合ってるのかなっていうのをね、ちょっと分析をね、一緒にしていきましょう。はい、では一旦ここでね、ストップしましょう。はい、じゃあここでお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。